はい、どうも皆さん、こんにちは。プヌシでございます。今日もね、鉄道模型の方を紹介していこうと思っております。ですね、今回紹介しますのは、映っております、皆さんおなじみですね、701K1000 万台、加藤の製品になります。はい、ということで早速、車体の方を見ていきましょうかね。ちょっと見づらいですけど、はい。お顔はまあ、こんな感じで、ね、これですね。ここいつも通りの 701K の顔になります。現在お見せしていますのはクモハ701-1024なので、モーター車側の方を、ね、お見せしております。でここにですね密着連結器ございまして、しっかりとこうやって首振ります。はい、クモハといえばパンタグラフでございます。はい、パンタグラフですね。パンタグラフもですね、はい、このように上げることができます。でもちろんこうすれば下げることもできます。ちょっとね繊細なのでピンセットでつまむとかしてね、動かしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。でこちらが1両目車体側面ですね。しっかりと、赤と緑のラインが入っていますね。で、動力台車がここだけなんですね。前は何も関係ありません。ここの後ろ4軸だけで駆動しておりますということで、あ、ちゃんとね屋根上、このクーラーも再現されておりますということで、2両目クハの方ですね。はい、顔は先ほどの1両目と変わりません。こちらの車番はクハ700-1024になってます。で、この車両もともとは仙台行きのね、行き先表示がついております。私は小型行きに変更しております。ちょっと小さくてお見せできないのが申し訳ないですけど。はい、じゃあ側面見てみましょうか。クハ700の側面はこんな感じです。まあ私からすればね、毎日見てる車両なので、非常に見慣れた車両ではございますね。はい、ということで、走行させてみたものがございますので、チラッと見ていただければなと思います。それでは走行をご覧ください。どうぞ。はい、というわけで、走行の様子ご覧いただきました。やっぱりね加藤製品走り安定してますね。ね、701系のね、走りをめでることができるんじゃないかなというふうに思ってます。ディティールもねなかなかよくできているんじゃないかなというふうに思います。だってねちょっとね巷では701系あんまり評判良くないようですけど、まあ、私はすごい大好きな車両で、小さい頃から東北本線といえばこの車両だったので、すごい思い出がある車両かなというふうに思います。はい。というわけで、701K、今回は加藤の製品を紹介してみました。そのうち4両とかに増やして運転したいですね。これをもう2両追加して走らせてみたいなというふうにね、そんな感じに思っております。というわけで、701K の紹介でした。ありがとうございました。